明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こういう間は切れますからね、うん、何でしょうか。さっきはいい感じだったけどやっぱり緊張しますね。ね、うん、でね、今年を振り返って、いや去年をでしょ、これ今明けましておめでとうございますだから、だから2020年の設定、うん、そう、うん、ってことでいいだね。そうすか、僕だからあの去年とか今年言い間違えると、もう撮ってんだっけこれ、うん、撮って明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうもどうも、テンタティクです。去年はどんな年でしたか？去年はね、はい、15年ぶりにまたベースを持って、はい、スタジオに入って音を出せるっていう喜びがありました。はい、はい、とてもハッピーです。はい、じゃあ山下君。去年は、まあ、このテンタティブってバンドが始まった年で、自分は最初ね、ベースから始まり、ベースとして、まあ、あのバンドのメンバーとなってですね、で、まあ、その後あの紆余曲折があって、はい、ギターとして、やらせてもらってますけども、まあ、とにかく1年いろいろあのライブも何回かやりましたし、まあ、スタジオもいっぱい入って、まあ、すごい音楽ずけとまでいかないですけど、まあ、でも結構いろいろ長いな長いな。僕もずっと作ってた曲が長いな仲間も見つかってできて本当に良かったです。それでまあこれから、まあ来年はもっとアクティブに、うん、来年じゃないよ、今年だよ今年だ2020年はですね、そう、あのね、あのそう、今年はね、ライブやりますよ。ライブやります、うん、レコーディングもね、うん、レコーディングとか、まあやりたいこといっぱいで、そう、ね、まだね、去年の11月に初めて3人でスタジオ入って、うん、まだ今長いですよ長いかな来年もよろしく。来年じゃないで今2020年だから、ね、okay、2020年はですね、うん、はい、2020年はまあね、ネズミということでね、チューチュー頑張ろうね、うん、ラッツのカバーラッツのカバーやろこんな感じでね、あのライブやってくんで、あ、はい、よろしくお願いします、うん、ぜひ、はい、頑張ります。かっこいいバンドなんでお願いします。お願いします。いいじゃないですか、うん、あとは編集してね、あとはそうですね、うん、こうサクッとしてよかったんじゃないですか。なんかあとで言いたいことを思い出したらもう一回それを撮るんでね、あと入れで、あと後乗せサクサクするから。
見よかったです。Thank you.
うん。